はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、担保責任を負わない旨の特約572条、民法572条についての解説です。この担保責任については、契約不適合責任と考えていただいて大丈夫です。例えば、何か物について売買契約を締結しました。その場合、売り主は買い主に対して、契約不適合責任を負いませんよ、みたいな特約をつけた場合、どうなるのか、といったのが今回の内容です。で、まず原則、こういった契約不適合責任を売り主は負いませんよ、っていう特約は有効になります。契約っていうのは当事者の意思に基づいて自由に契約ができるので、まあそういった契約も原則は有効なんですね。ただし、今からお伝えをする1番、2番、どちらかに該当する場合、担保責任、契約不適合責任を負わない特約は無効となります。なので、ここをちょっと頭に入れていただきたいんですね。まず一つ目が、売り主が契約不適合の事実を知りながら、あえて告げなかった。そういった事実については、これは契約不適合責任負わない特約をしていたとしても、これ契約不適合責任、売り主は負わないといけません。例えば、建物の売買契約を締結しました。で、その建物の売り主、屋根裏に、シロアリがいて、もう一部ちょっと食われている、屋根が食われている、そういった事実を知っていた。にもかかわらず、買い主に告げずに売却しちゃいました。で、その売買契約では、売り主は担保責任負いませんよ、契約不適合責任負いませんよ、っていうふうに特約をしていたとしても、売り主は買い主にその事実を伝えなかったわけなので、その部分については売り主は責任を負わないといけません。これは考えていただいたら当然だと思います。売り主が知りながらそれを伝えていないということは、もう詐欺的なイメージがありますよね。なので、もうこういったものを保護する必要はないわけだから、担保責任、契約不適合責任を負わない特約をしていたとしても、その部分については責任を負いましょう。売り主は責任を負ってくださいね、といった内容になっております。で、二つ目は、売り主が自ら第三者のために設定、または第三者に譲り渡した権利について、これについても担保責任を負わない特約をしても無効となります。これ分かりづらいんですけども、例えば、最初ですね、売り主が自ら第三者のために設定した権利ってどんなものかっていうと、地上権が設定されている土地があったとします。で、その土地についてはもう地上権を設定していた。売り主が地主なので、売り主がまあ第三者に対して地上権を設定していたと。まあそういった土地があったとします。で、その土地を買い主に売却しました。で、買い主に売却した時に、まあ通常その地上権っていうものはない。消滅させて売却するのが通常なんですね。まあもちろん、買い主がその地上権ついたままでいいですよっていうふうに買っているのであれば、そもそも契約不適合にはならないので、契約不適合責任は追及されないんですけれども、そうじゃなくて、地上権は消滅させて引き渡すよと言っているにもかかわらず、契約の内容に売り主は担保責任を負いません。という特約をつけて契約をしていたとしても、地上権の設定については、これは責任を負ってくださいよ。つまり、地上権を消滅させることができないのであれば、それは売り主は買い主に対してちゃんと責任を負わなければいけませんよ。っていう話です。まあ、これも考えていただいたら当然かなと思います。まあ、抵当権もそうですね。抵当権を抹消させて引き渡すと言っているにもかかわらず、抵当権を抹消できなかった。まあ、こういった場合ですね。こういった場合も、たとえ売り主は担保責任負いませんよっていうふうな特約をしていたとしても責任負わないといけませんので。まあ、そういった内容です。で、もう一つですね。売り主が第三者に譲り渡した権利について、例えば私が時計を持っていたとします。で、この時計はあなたと契約をする前にもう第三者にも売却をしていた。つまりこれですね、第三者に譲り渡していた。まあそういった場合を考えます。譲り渡していたにもかかわらず、私はあなたと時計について売買契約を締結したといった場合です。で、この売買契約で私、売り主は担保責任負いませんよっていう特約をつけていた。こういった場合、私は担保責任を負わなければいけませんっていう話です。契約不適合責任を負わなければいけませんという話です。まあ、これも考えていただいたら、まあ、当然かなと思うんですけれども、まあ、二重譲渡をしているわけですよね。二重譲渡をしているにもかかわらず、あなたに対して担保責任私負いませんよっていうのは通じませんよと。まあ、言った話です。
まあ、試験で問われやすいのは一番ですかね。売り主が契約不適合を知りながら告げなかった事実について。こっちについてですね。これは担保責任を負わない特約をしていたとしても、これ担保責任を負わなければいけませんので、こっちの方が試験には出やすいかなと思いますので、最低限こっちはですね、頭に入れていただければと思います。そして弊社は個別指導を行っております。個別指導ではこのように理解をしていただくために具体例を入れながら解説をしております。勉強していてなかなか理解できないなっていう方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っときますので、そちらからご確認いただければと思います。理解ができれば一発で合格できますんで、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。